PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは、531本目パワーリーグ93をお送りします。 PC エンジンオリジナルの野球ゲーム、PC エンジンではシリーズも第6弾ですね。6作目、今回ね、ナンバリングが、外れてね、年号になってますけれども、これは、なぜかというと、5のね、選手データだけが変わったバージョンなんで、こうなったんでしょうね。はい、ナンバリングはしないと。 BGM とかも一緒なんでね。あと球場も一部違いがあったかな。はい、それくらいなんで、データ変更バージョンですね。今でいう決定版みたいな感じ。和骨です。はい、スズさん、十万石さん、から入れちゃった感じですかね。黒金さん、こんばんは。アランプロソさん、五個目さん、七個目さん、トウヤさん、猫じゃらしさん、いらっしゃい。黒金さん、ありがとうございます。そうなんですね。同じ年にね、8月に、いつも毎年ね、パワーリーグといえばもう、キャラバンとともに夏の風物詩でしたけれども、毎年ね、8月に、初代以外はみんな8月に発売されてましたけれどもね、その8月にね、スーパーハイコの方でね、スーパーパワーリーグを発売してるんでね、ちょっと PC エンジン、ではなかったんですね、最新がね。というわけで、まあちょっと おこぼれじゃないですけど、情けじゃないですけど、でも、10月にね、ちょっと遅れて、93年版、5のデータ変更版ですけどもね、そんな感じで発売したんじゃなかろうかというね、推測ですけれども、サンジさんいらっしゃい、ドロジさん、ありがとうございます。はい、93年10月15日発売、ハドソン、6メガビットヒューカード6800円、スポーツゲーム4人、もちろんね、対戦できます。マルチタップ対応、バックアップはモードごとに、620倍、モードごとというか、ペナントが620倍とで、エディットとかね、オーダーをセーブしとくと、それぞれ74倍と136倍と41倍と、かかります。はい、全チームエディットとかしたらね、そのかけるですから12球団ありますかける12になりますので、もう全部開けといた方がいいでしょう。バックアップは、14個目さんいらっしゃい、おじさん、ありがとうございます。ペダントに限りパスワードもね、あります。はい、それでは行きましょう。パワーリー93ボリューム60。はい、ちょっとまあ結番はありますけどもね。17個目さんいらっしゃい、ボリューム60。ででん、てんてんてれん、はい、オープンペナントね、ホームランレースもあります。4人同時対戦ももちろん可能です。はい、じゃあ、じゃあ今年のね、日本シリーズの前哨戦をしましょう。今年どっちの球場からだっけ。パリーグの球場だ。マニュアルランナーもね、まあ、今まで通りとか全速同様マニュアルを行きます。はい、懐かしの、はい、ナイターもね、できます。エンジンで、そうです、最後のパワーリーグですね。もちろん12球、変わったのが、新ドームが登場と書いてあるんで、おそらく福岡ドームですかね。福岡ドームがこの年から93から登場となってます。はい、球場も登場ですね。はい、もちろん前作からね、前作で初めて実名になりましたけども、実名です。まあ、球場は実名じゃないですけどね。はい、人数は、5と変わってますね。5と変わってません。岡林、懐かしい、岡林酷使されたんだよね、確かね。93といえば、ヤクルトがね、ヤクルトが日本一になったとして、ね、ヤクルトが一番強いんじゃないでしょうか。スーパー2からですか。この年は確かヤクルト西武でしたよね。ヤクルトが4勝3敗で日本一になったと。野村監督でね、懐かしい。プレイボール、今年はオリックスと。デンレデンデンデンデレレデンデレンデンデン、もう BGM もね、変わってません。デレデンデレンデ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 ン、
テン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 ダシャバダバーダダ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 あ、ディグは狭いわ。ヒュードームとかだったら今取れたかもしれないけど。クロムネさん、森さんが一番最初。うーん、初回体芸員、あ、ネッピーがいる、ネッピーがマスコットがいる、ネッピーが27個目最初。トーベいましたね、トーベ、遠くへトーベとかね、言われてた。28個目食べたい。ソフトバンクの新監督になった藤本さんがオリックス移籍した時に仮でユニフォーム着てた体型に笑そんなやあのエピソードだ。時たまユニフォーム忘れてね、他の選手のユニフォーム借りるときもありますよね。なんかね、今忘れたとかなんかなんかねありましたね、そういう。ワンジョイ。いや俺のトップイラ。はい、2押しながらワンでね、このバズです、バズがね。でちょっと当たる瞬間にワンしたら、ね、プッシュバンドができると。一番荒い。あれさん、こんなスマートじゃない、ないよね。もうちょっと足が短かったようなイメージがあったんだけど。違ったかって。新井さんっていっぱいいるからな。あ、古田。ね、古田。古田敦也。あ、すごい広さ。ポカリ事件だ。ポカリ事件だったか。あと伸びはあったんだけど、あ、中島投げ、中島監督が、強肩のキャッチャーでね、鳴らしました。ノムさんが思わず頭をポカリと殴ってしまった事件です。ああ、なんかそのようなありましたね、確かバサラだよね。あずきゅうさんやねんじゃい。ワコプです。37個目でね。フラソウジさんやねんじゃい。お、ハウエル、ハウエルですね、強力だ。おっと、これをレフト反らした。アウェルツーベース。6番池山ブンブン丸、6番が池山ですよ。あと、しかし勝った。ハドラー、ハドラーいたね、ハドラー。
意外性のバッター。はい。ミミズ男。ミミズ男。43個目だよ。ハドラーでいたっけ。男だね。男が野球をするときに笑うよ。おほほほおほほほ。わはは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 は。いつも明るい。笑いが球場におたまするんだ。僕らは野球するんだ。いつも男は笑っているね。笑い声が大大職場ですね。いやいやいや、なんか他にペナント中歌ってたような気がするんだけども、歌ってなかったけど、こんな歌じゃなかったの。ベン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 、わわわ。伊賀さんがリグです。はい、代打陣はみんなのおかげですが、印象強すぎて覚えてないですね。そうですね。あ、杉浦八重樫ね。代打陣もなかなか揃ってますね。ここはちょっと、あ、ダイソーもね、上足が12ですよ。あ、トマシの橋がいも早いですね。11、10あるから。いや、ダイソーも揃ってますしね。強いですね、やっぱりね。やっぱり日本一になってただけあって。これ、ヤクルトファンはですが、この93は買いですよ。あ、でも発売日は日本シリーズ前なのかな。まあまあ、ペナントはね、おそらくヤクルト優勝するっていう時のデータですから、ヤクルト強いんですね。そうですね、今ね見るとね、やっぱ強い時はやっぱりこうね、監督経験者多いですね。コーチ経験者も、よいしょ。ああ、こんなとこにいた。全身守備してたのか。危ねえ。いやー、全身守備じゃなかったらな。杉浦さんのサヨナラホームランは前の年ですね。92年でしたが、代打サヨナラホームランだった。もうどちらも4勝3敗でね、日本シリーズでしたよね、あの年はね。あ、高津投手じゃないね、高津投手、高津監督。55メートルモトローラーっぽいですか。あ、モトローダーの、レースゲームのね、使われてもいいかもしれないですね、確かに。作曲者はまだ違いますけどね。インタビュー本がある。トミヤ・トバザリア、野村監督の著かな。
なんて、あっと。これもいかない。あ、早い。いや、もう足は早いな。ここで1点返したい。ああ切れたかな。ファールボール。見てる。ああ1点が遠い。高さに対して高津投手は結構空振り取りやすいですね。おっと、ここ行ったら打たれた。高さんが出てる。早検査にして。ゲイ。さあ5回裏ハドラーから先頭バッター出た。はい、ダイスユーロ。あーなあ、ソボールだった。あっと打ち上げた。やった。しかし頑張った。送れた。なれるか。あっと、男になった。さあ、オッケー。あ、やっぱり SPO ですよねやりました。さあ、ここで伊藤敦則を引きずり下ろして、佐藤義則、ヨシボールの勝利投手目前で交代。あっと広沢が、もういい試合で、あ、3対2、はい、もう伊藤智史がいる。もう伊藤智史だ。63分しないで慣れたけども、やっぱ SBO がいいかねラグ注意さえにして。
あ、見にくいって、あのメジャーリーグの中継のあのカウント表示とか、あのどっちが攻撃してるのか分かりにくいですね、パッと見。どっちが表でどっちが裏なのかとか、なんか一瞬見て分かんない。右下にちょろっとなんか分かりにくい表示で。野球中継は日本の表示の方が見やすいですね。あっちは独特ですよね。なんか独特ですよね、なんかね。一発が出ないな。あとここでブンブンバラの一発が。出ない。さあ、ラッキーセブン。ワンブダでね。交流戦でインテックモンスターもう出てほしくない。まあこれヒュービーズね、また、いつものように、ヒュービーズとじいさんですよね。各チームはね、2チームいますけど、ペナントモードとかでね、対戦することは ありません。ご安心ください、はい、ペナントモードは普通のね12球団とさらに日本シリーズですね、はい、で今回も130試合で やった時に限りスタッフロールがねスタッフロール見ることができますんで、10試合とかでやるよりも130試合でやった方がエンディングが豪華になります。ノーコンキッドさんでした。テックの方はね、自分で操作がね、まあ操作で一応できるっちゃできるんですけどね、操作しても難しいですからね。インテックはちょっと運も絡んじゃうから。90に関してはね、89は弱いけどね、あの牽制技使えば。代打金森。金森も入ったーね、おなじみの。あれは阪神時代だ。飯田が出ればツーベース。出た。さあツーベースだ。ワンドライのスローボール。うわあ。一点、あと一点。荒木、もう 0.69。三者凡退で抑えて、ゲイニーのスリーランがいたかったね。タイゲイニー、嘘だ。うわー、これは青空がない、空に行かない、これは大きい。中継の時
時間ですだってもう時間ですね。まあね、このオリックス第一戦山本がいるからね、まず第一戦はやっぱオリックスだと思うんですよ。まあスコアは4、まあ2点はちょっと難しいでしょうからね、どうでしょうね、山本がいますからね、まず1戦目オリックスかな。楽しい時間もあったりも、はい、というわけで、あ、最後にあれよね、どんな球に連盟がいるのかアンケをしながら見ますか。はい、それではアンケコーナーです。パワーリーグ93は、パワーリーグシリーズの中では一番ね、所持率が低かったですけれども、お割と高いですね。そうでしょうね、逆に山本を打って勝てばヤクルトが断然有利でしょうね。高くてびっくりです。びっくりですね。野球ね、スポーツゲームでね、持ってる持ってた人はじゃあ2番持ってない人です。前回は 9.4% で、欲しい率が 37.5% でした。さあどうでしょう。よいしょ。テンテレテンテレテテレテレ、結果発表、デカデカデン。お、増えてる。 9.4 から 24.1、 大幅パワーアップ。テッテーテ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 テ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 テはもうマストバイじゃないですかね。はい、ジャイアンツこんな面々ですね。ジャイアンツこんな面々。はい、タイガース、タイガースが和田飛山終わりバージョン。あ、新庄いますよね、新庄ファンね。新庄ファンもぜひ。はい、今話題の新庄さんいました。はい、広島カープ、カープ野村翔だね、前田はもうね強い、町田選手は小早川だね、こんな面々ですね。あ、セーブした。セーブしないでよかった。ノーね、ベイスターズ。はい、屋敷石、まあ高木がいるね。さあスーパーカトリオまだいたね。加藤がいないですか。ドラゴンズ、はい、あ、落合選手いますね。はい、首位打者のパウエルもいますね。はい、ライオンズ、まだ清原ね、秋山は、デストラーでいないですね。デストラーでこの時いなかったんですね。この年のオフにスーパーカートリオの面々切られてますね。あ、この年のオフでしたが、デストラーではもういなくなってますね。さすがに秋田さんはいませんか。あ、ピッチャー見てたからね、ピッチャーで。松さんいるんじゃないかな。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はパワーリーグ93をお送りしました。明日のマラソン枠はあの美少女がやってきます。お楽しみに。お疲れ様でした。ホークス浜田山本ライド、ちょっと打線がちょっとね弱いかな。お疲れ様でした。どんな美少女かな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。全員入るかな。ファイターズ、ライトにライト、あ、ウィンターズ、シューね、田中由紀は何選手かな。美少女選手です。選手じゃない、まあ選手は選手ですけど。はい、マックス、モール、大島選手、大島選手、マナさんはいると思うよ。